日本は、次期戦闘機開発での共同開発国を決定。日英意となり、アメリカのロッキード社が外れることが最終決定されたとの情報をキャッチしました。今回は、この日英意次期戦闘機開発計画を詳しく見ていきますね。アメリカのロッキード社でなければ、日本は、純国産で、やはり、F3 戦闘機開発を進めていった方が、いいのではないのかな。XF9 エンジンもあるしね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が、航空自衛隊が、現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに、日本とイギリスとイタリアの3カ国による、共同開発の契約が、正式に公表される見通しだと報じた。いよいよ、現時点では、2022年も残り、1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多い。何よりも太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも、特に戦闘機という分野においてはアメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくない。ただし、そうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のように、その開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなった。とはいえ、航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称、神進が存在し、これが、機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは、今一度思い起こすべきだろう。また、IHI 社は、試作機ながら XF9 エンジンを、防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは、水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも、記憶には新しい。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である、重要な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに、少し残念な感覚も残る。ただし、こうした要素技術ごとに、多少期待を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として、世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと、逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えよう。それでも、日本側としては、これまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業の劣る三菱重工業者に、プロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えるとめされていた。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニングに、これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いと見さされてきた。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとっては、リスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思える。しかし、当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われている。アメリカ側としては、航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現している
いわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多い。今でも、多数の西側諸国に対して、アメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型等を多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるのだろう。現在までに、日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は、試作機もすべて含めて98機であり、次世代戦闘機も、これらをすべて代替する計画とはいえ、ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられている。前述した F-16 ファイティングファルコンは、これまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば、日本の次世代戦闘機の数など、わずか 2% にも満たない少なさであることは事実である。こうしたボリュームという、工業製品の生産にあたっての効率化という、側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにて、新たな概念を模索していることも影響していると思われる。未だ、アメリカ側から、具体的な NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの、現時点で、最新鋭の戦闘機タル F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されている。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや F-15 イーグル等の当初は、いわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって、近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だ。今や、こうした戦闘機たちは、繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことは、メンテナンスコストを膨大に増加させている。そのため、アメリカでは NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで、新型機と入れ替えを行うことを前提とし、メンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされる。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは企図していると考えて良さそうだが、現行の F-35 ライトニング2を見ても、電子機器の絶えざるアップデートで、能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数だ。アメリカ側では、軍の高官が、すでに、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは、言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは、出されておらず、判断はできかねる。さて、日本の次世代戦闘機開発に、話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろう。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つが、同機はいわゆる第4世代戦闘機である。そのため、巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は、当然未知の領域であり、その開発も、これまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが、進捗を表する正直な感想である。このテンペスト計画には、BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールス・ロイス社、レーダ・センサ類には、イタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、
ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いない。現時点では、日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め、未確定事項が多いが、おおむね、イギリスサイドでは、日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一している。しかし、そこには、まがいなりも、未だ、世界第3位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう、多額な開発費負担を当て込んでの、政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは、判然としていない。日本が莫大な資金投入して開発している F2 次期戦闘機開発ですが、純国産での開発は、ついに、断念、に、自衛意の共同開発での合意がなされるものとみられます。今回は、この日本の F3 戦闘機開発を詳しく見ていきますね。新進を量産したらいいのですが、また、この計画には、何か、裏があったようです。量産仕様ではなくテスト機なので、量産には不向きしかし、新進の量産型を開発していれば、もっと違った形に F3 戦闘機計画がなっていたのかもしれません。日本政府の判断が遅い。現在の航空自衛隊において、運用中の F2 戦闘機は、四方を、広い領海や排他的経済水域に囲まれている、日本の地理的な特性を反映し、自国で保有する戦闘機の中でも、最も多い追間攻撃兵装を、搭載可能な機体として知られている。F2 戦闘機は、主翼の先端部に2箇所、主翼の下部に8箇所、胴体下に、1箇所の合計11箇所に、兵装の画下元が可能であるが、対艦攻撃時には、ここに、最大4発の空対艦ミサイルを装備して、任務に従事することが想定されている。この空対艦ミサイル4発を装備する場合でも、F2 戦闘機は、同時に、空対空ミサイル2発も、携行が可能なため、最低限のセルフディフェンス能力も兼ね備えており、作戦行動の幅を広げることに貢献した機体となっている。F2 戦闘機は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースにしつつ、機関部は、単発でありながら、これだけの対艦攻撃能力を獲得しており、日本の国情に合わせた仕様を実現したという、意味で、かなり稀有な存在とも言えよう。ただし、こうした仕様を、F2 戦闘機が実現できたのは、三菱重工業者を中心とする、日本の防衛産業各社のたるまぬ、研鑽の賜物であり、政治マターで、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったことを、なんとか形にしたものだ。本来であれば、当時でも、大型の空対艦ミサイルを、4発も、同時に搭載が可能な機体であれば、ある程度の機動性も確保しつつ、その重量を考慮して、総発の機関部とすることが、定石と思われるが、与えられた制限内で、要求を満たしたわけである。こうした F2 戦闘機の開発の経緯を踏まえて、同期の2035年前後での退役に際し、それを代替すべき次世代戦闘機についても、完成後に、日本側の意向に沿った自由度の、高い回収が行えることが大きなテーマとして掲げられてきた。そうした意向を織り込みながらも、日本は太平洋戦争後の戦闘機開発が前提そうであったように、やはり
アメリカと共同開発を行うことを前提に、次期戦闘機への取り組みを進めており、その方向が確実と見さされてきた。あくまで、日本側が、開発の主導権を有すること、完成後の改修等においても、任意にそれを行えることを目指しつつ、いわゆる第5世代戦闘機で、西側諸国のディファクトスタンダードとなった F-35 ライトニング2を要する、ロッキード・マーチン社が、技術支援先の本命と見られてきた。しかし、アメリカ側やロッキード・マーチン社側とは、こうした日本サイドの要望が最終的に見合わず、次世代戦闘機開発をめぐっては、戦後、初めて、アメリカ以外の国との共同開発を行うことが濃厚と報じられるように変化した。ここで浮上したのがイギリスであり、同国は、自国の BAE システムズ社を中心として、現在の主力戦闘機のユーロファイタータイフーンを代替するためのテンペスト計画を主導しており、以前から日本の参画も歓迎していた。イギリスと BAE システムズ社が推進するテンペスト計画は、2019年7月に、まず、スウェーデンが覚書を交わして、そこに参画することになったが、スウェーデン自体は、自国で、サーブ39グリペン戦闘機を開発した経緯も持っている。そのため、スウェーデンのテンペスト計画への覚書の締結とは、即座に、同国が、テンペスト計画で生み出された戦闘機を採用することとイコールではなく、あくまで戦闘機開発の工程で生じる技術の共有という側面が強いとめされている。第二次世界大戦後の国家としてのスウェーデンのこれまでの軍事政策は、旧ソ連、現ロシアを最大の仮想敵国としつつも、中立的な立場を堅持することで、国の存続を貫くという形であり、切れ、ゆえに戦闘機を国産化してきた経緯がある。その意味では、スウェーデンは、日本と同じく、専守防衛を基本に据えた軍事政策を行ってきたと言えるが、相手NATOへの加盟や国外からの兵器調達を行わないことで、旧ソ連、現ロシアを刺激しないようにしてきた点が特殊ではある。日本は自衛隊においてスウェーデンと同じく専守防衛を掲げてはいるものの、国家としてはアメリカと唯一の軍事同盟を締結し、数多くの兵器及びそれらのシステムをアメリカから調達しており、立ち位置としてははっきりと西側であることを標榜している。しかし、スウェーデンがこれまで貫いてきた軍事的な中立の政策も、今年2022年にロシアがウクライナへの軍事侵攻を強行したことで転換点を迎えつつあり、同国がフィンランドと共に NATO へ加盟することはほとんど間違いない動きとなっている。これによってスウェーデンの戦闘機の調達が従来通りにサーブ等の国産路線を継続するのか否かにも注目が集まるが、NATO の標準仕様に準じる必要が生じれば、テンペスト計画への参画が大きな役割を果たす可能性もあるだろう。さて、テンペスト計画だが続く2019年9月には、イタリアが首位相を取り交わしており、これによって少なくともイギリス以外に完成した機体を調達する国が、複数となり、スウェーデンも含めれば、最大で400機前後の代替需要を得るに至った。日本の次世代戦闘機開発と、イギリス、スウェーデン、イタリアのテンペスト計画とが、一つの開発プロジェクトに統合されるのか否かは、まだ判然としないが、日本の次世代戦闘機の調達数は90機前後と言われている。よって、仮に、これらの計画が統合されると仮定すれば、およそ500機前後の代替需要を抱えた開発プロジェクトとなることを意味し、数的には日本がアメリカと共同開発を行うよりも初期の開発コストを低減させられる可能性は高いと思われる。
日本の次世代戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画とは、すでに、機関部の実証実験機の共同での開発、そして、レーダーシステムの共同での研究を行っているが、すべてを統合した開発となるのか、正式発表が待たれる。ただし、若干気になっているのは、テンペスト計画自体の進捗が、遅延気味の傾向にあると、指摘する声があることで、確かに、BA システムズ社を含む参加企業に、戦闘機開発のノウハウの蓄積は、あれど、いずれも、いわゆる第4世代機に限定される点だ。日本はといえば、現行の F2 戦闘機の開発に際して、その第4世代機であっても、機関部の国産化が果たせなかったわけであるから、イギリスやスウェーデンより、その分野で遅れていることは間違いないため、非常に気がかりだ。さらに言えば、ロシアを最大の仮想敵国とするイギリス等と異なり、日本が今や最大の仮想敵国としている中国は、いわゆる第5世代戦闘機の国産の J20 の量産化に着手しており、対峙する戦力の厚みが全く比較にならない点がある。今のロシア・ウクライナ戦争において、F-35 ライトニング2とまでは言わないが、例えば、F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型等が、ウクライナに供与され、ロシア製の戦闘機に対する優位性が示されれば、安心感は少しは増すとも思える。しかし、残念ながら、今のところ、そうした動きは見られず、西側諸国の兵器の質が、ロシア製のものを確実に上回るという、証明は、戦闘機に関しては確認できない状況が続きそうで、日本にとって、有意義な戦訓は、得られそうにない。そういえば、西側諸国が、ウクライナに対して、レオパルト2等の最新の標準戦車を供与しないことに関して、いざ供与して、ロシア軍に、それが破壊される憂き目に遭えば、以後の輸出に、支障が生じるから行わないとする理屈を少なからず目にする。しかし、輸出用のモンキーモデルだったと言われつつも、ロシア製の T-72 等は、湾岸戦争やイラク戦争で、アメリカの MIA ブラムスや、イギリスのチャレンジャーに、完敗を喫しており、射撃精度そのものに、大差があるようにしか感じられない。ロッキード・マーティン社の F-35 戦闘機の売り上げが予想を上回るという情報をキャッチしました。今回は日本三菱でも生産している F-35 戦闘機の生産量と売り上げなどを詳しく見ていきますね。もう、はや F-35 戦闘機は世界のベストセラーへと上り詰めています。安いしね。今のアメリカの宇宙、航空、軍需関連企業の最大手とも言うべきロッキード・マーチン社が、2022年の第3四半期の業績を発表。単価の高額な F-35 ライトニング2等の航空機の分野が、計画よりも伸びている、状況を示した。ただし、今年2022年の通期の売上高の予想は、従来通りの 652.5 億ドルのままに留め置いており、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、西側各国に広がる軍事費の拡大の流れは、すぐに業績に反映したとは言い難いようだ。日本は、1990年以来とも言われる、
急激な円安の状況にあるが、2022年10月23日現在の1ドル1447.7円という為替レートで換算した場合、ロッキード・マーチン社の2022年の売上高はおよそ9兆6300億円ほどになる見込みだ。この日本円での数字だけを見れば、さすがにアメリカの軍需企業は売上高も大きいと感じられるかもしれないが、例えば日本の防衛産業の雄である三菱重工業者の2021年の連結売上高は3兆8602億円であり、そこまでの差を感じない。三菱重工業者が手掛ける軍需品は、確かに、ほぼ、日本の自衛隊で使用されるのみとはいえ、海上自衛隊の護衛艦などの建造も手掛けており、思ったほどの金額差は、軍需企業として、世界規模のロッキード・マーチン社と、それほどないようにも思える。ただし、三菱重工業者は、日本一の重工業メーカーとして、軍需品以外の大型船舶や、風力、火力、原子力等の発電所設備等の大型プラントを事業として展開するなど、事業分野の裾野が極めて広いことも、業績に寄与しているとも言える。そこで、世界規模の製造業として、民生品の分野の大手企業と比較してみると、例えば、いわゆる GAFA と称されるアップル社の2021年度の売上高は 3658.17 億ドルで、日本円なら、今の為替で、およそ54兆円にも相当する規模となっている。このアップル社の売上高は、単純比較で見た場合には、ロッキード・マーチン社の 5.6 倍以上に匹敵し、いかに、単価が、高額な F-35 ライトニング2などの戦闘機を販売しようと、世界中にスマートフォン等を販売する企業にかなわない点は興味深い。ビジネスの手法としては、プトブ、ビジネストゥビジネスという法人相手の商取引の方が、プトク、ビジネストゥコンシューマーと呼ばれる個人との商取引よりも、大半の場合で高額な傾向は否めないが、アップル社ほどになると当てはまらない。まあ、アップル社自体も、世界各国で、携帯電話事業を営む企業との取引で、巨額の売上を確保しているという点では、プトブ、ビジネストゥビジネスかもしれないが、多数のコンシューマーに、製品を販売していると見た場合の観点である。それでも、アップル社が、世界各国に、直営の販売店網を展開しており、主力のスマートフォンの iPhone では、売上高で、世界シェアの1位を誇り、かつて、PC の普及の黎明期に、独自路線の Mac で、クリエイター市場に君臨していた頃とは、様変わりしている。さて、いささか話が逸れてしまった感もあるが、現行のロッキード・マーチン社は、共にアメリカの航空関連企業であった、ロッキード社とマーティン・マリエッタ社とが、1995年に合併したことで誕生。この2022年で、27年が経過している。マーティン・マリエッタ社自体も、元は、マーティン社とアメリカン・マリエッタ社という、別の航空関連企業が、1961年に合併したことで生まれた企業であり、アメリカの軍需産業で生き残るのが、いかに厳しい環境であるのかが伺える。マーティン・マリエッタ社が、テキサス・インストゥルメンツ社と共同で開発した兵器に、FGM-148 ジャベリンがあり、個人携行型の多用途ミサイル兵器として、今のロシア・ウクライナ戦争でも、大きく注目されたものの一つだ。現在の FGM-148 ジャベリンは、ロッキード・マーチン社と現レイセオン・テクノロジーズ社が製造を手掛けているが、開発が開始されたのは、1983年で、アメリカ軍が配備を行ったのが、1996年と、今から四半世紀ほど前から存在していた。ロシア・ウクライナ戦争では、
ロシア軍の侵攻を受けたウクライナ軍に対してアメリカから多数の FGM-148 ジャベリンが供与され、初期の段階でロシア軍の戦車等の装甲戦闘車両を多数撃破したことで世界中から注目を集める兵器となった。あまりの FGM-148 ジャベリンの華々しい戦果の報道によって、日本でもこれさえあれば戦車等の兵器は不要と言わんばかりの言説が散見されたが、あくまで攻め込まれた側の最終的な防御兵器であり、万能のツールとは言い難い。兵士2名ないし最低1名でも運用は可能な FGM-148 ジャベリンで、ハーアルが最新型でも最大射程距離は2500メートルほどであり、その至近距離で防御力の脆弱な兵士個人が身を投げ出して運用する兵器という前提を忘れてはならないだろう。FGM-148 ジャベリンのミサイルは、2021年のアメリカ軍の調達価格で、一発175,203ドルとされており、これは、今の日本円換算で、およそ2580万円にも相当し、戦車等の装甲車両に比すれば、その単価は、安価に移るかもしれない。しかし、一発2580万円も、するミサイルを、おいそれと、実弾射撃の訓練で使用することは、アメリカ軍においても困難で、シミュレータを使用した、バーチャルな訓練で、一定以上の実績を上げた兵士にしか、その機会は、与えられていないという。また、ロシア・ウクライナ戦争においては、2022年8月末より、東部地域で、ウクライナ軍が反転に転じたことから、攻勢における兵器としては、FGM-148 ジャベリンは、副次的なものとなった可能性が高く、最近では、以前ほどの戦果は、聞こえてきていない。逆に、ロッキード・マーチン社の兵器の中で、今のロシア・ウクライナ戦争で、存在感を上げている兵器といえば、高機動ロケット砲システムの M142 ハイマースと M270 MLRS が筆頭に挙げられ、戦術レベルを超えた戦略的兵器とも感じられる。M270MLRS は、1970年代から開発が進められ、1982年にアメリカ軍が採用して以降、NATO 諸国、日本の陸上、自衛隊でも採用された兵器で、227mm のロケット弾であれば、12連装の使用で、1991年の湾岸戦争に投入され、多大な戦果を上げた。日本の陸上自衛隊でも、M270MLRS は、1992年度から2004年度の予算で、全99両が調達、配備されているが、当初装備していたクラスター弾頭を備える M26 ロケット弾をの使用を禁じるオスロ条約に日本も批准したことで、今は GPS 誘導ロケット弾の M31 に切り替えられている。陸上自衛隊では今後、この分野の兵器を国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型等で置き換える計画であるため、M270MLRS は、すでに一部で退役が始まっており、であればウクライナに第三国を経由する等の方法で間接供与ができないものかともどかしさを感じる。 M142 ヒマルスは M270MLRS を小型化して中型輸送機による展開を可能とした兵器で、それゆえに 227mm のロケット弾は半分の6連装の仕様となっているが、陸上移動が主なウクライナであれば、M270MLRS の倍の火力等車両は有効に見えるだけに残念である。また、未だアメリカがそのウクライナでの運用を危惧し、供与を行っていない M142 ハイマースや M270 マーツで使用可能なおよそ 300km もの射程距離を誇る MGM-140 エイタクムス短距離弾道弾も、
ロッキード・マーチン社の製品である。ロシアは、ついに、イラン製の徘徊型自爆ドローンのシャヘッド136を多数投入し、ウクライナの電力設備等のインフラの破壊で、次戦能力を揺るがそうとしているが、いつアメリカが、もっと有効な兵器を送るか否かに、今後の戦局は、かかっていると思われる。早速ですが、今回は IHI 社が開発した XF9 エンジンの動向について詳しく見ていきます。日英での F3 戦闘機開発が本格始動する中、XF9 の性能がさらに向上する時が来ましたね。アメリカや開発者も驚くすごい次世代エンジン誕生です。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン、XF91IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックは、かなり高い推力を示しています。このエンジンが、次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかも、まだ不明ですが、ある国が、非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化ま、でこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、もはや、必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ意味がないでしょう。この新型は双発エンジンになると考えられます。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを一機ずつ設置したものです。現在の F35 戦闘機は片方に一機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも2タイプは製造しておくと、将来的には護衛艦、出雲や加賀の甲板上での運用も可能になると思われます。そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわかりません。ここに来て、今更 F22 戦闘機にハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この戦闘機計画は、エンジン部分が非常に重要なポイントとなります。ここの選択を間違うだけで、日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては、周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますが、言わざるを得ません。では、その注目のエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの一機だけですが、ジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは大きく話題となりました。
このジェットエンジンが XF91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるでしょう。今回、防衛装備庁に納入された XF91 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば X-F91 エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると、今後の性能向上も十分期待できると思われるのです。アフターバーナーについても見ていきましょう。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって、推進力を高めるシステムのことです。XF91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても11トンの推力が記録されました。XF91 エンジンが注目を集めた理由ですが、従来はこのような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において、世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は、現在収益中の航空自衛隊 F2 戦闘機を国内ではなくアメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときに、その大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。しかし政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば、諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると、今度こそ、いよいよ、国産化エンジンに、目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないでしょう。くしくも、F2 戦闘機の後継機である、F3 戦闘機は、アメリカとの共同開発と言われていますが、XF91 エンジンが完成したことによって、日本が、新しい選択肢を得られたことに、間違いはないですね。XF91 エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしています。それに加えて、15トン以上もの推力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述のF-22 ラプター戦闘機 F-119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF-91 エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに出来上がったと言えますよね。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF91 エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは、最大のメリットでしょう。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが、機関部のダウンサイズ小型化です。これは、ステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に、兵装を機体内への収める、場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を
日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポン類、爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門とも言えるエンジンの小型化がクリアされているので、なんとも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、XF9、1エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが、世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF91 エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、最大20度の角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発が進む XF91 エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリム中状態のこの計画を自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう、中国ならわかりますが、韓国は、アメリカの同盟国という、同じ立場です。ただ、韓国と日本の関係は、一言で言えるほど簡単ではありません。日本にとって、韓国は、輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国です。特に、日本から韓国へは、半導体や半シルベ製造装置をはじめ、精密化学原料、プラスチック製品などを輸出しています。さらに、韓国からは、日本へは、石油製品は、鉄鋼板、半導体、プラスチック製品などを輸入していて、お互いの存在が経済を支えていると言っても過言ではありません。ですが、今でも根付いている反日意識は弱まることはありません。これは、太平洋戦争時代に、旧日本軍が韓国人女性を慰安婦として強制的に働かせたことから始まる確執で、日本は、これまで、謝罪や賠償金を行ってきましたが、それに納得するほど、韓国も単純な国ではありませんでした。この問題は、一度は解決したと思われていましたが、韓国の大統領が交代するたびに取り上げられる問題でもあります。今でも、この従軍慰安婦問題は、日韓の問題の一つとして取り上げられており、これが韓国で現在も行われている反日教育の原因と言っても過言ではありませんね。さて、そんな複雑な関係を持っている日本と韓国ですが、政治的な関係の揺らぎもありますが、軍事的にもその関係が揺らぎつつあるということです。なのに、日本の F3 戦闘機開発については、まるで、明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定には、まだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、
そこまで注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような、入り混じった思いになりますね。ただ、一方的に、日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して呆れるばかりです。韓国だから、といえば、その一言で尽きるのですが、韓国は、原潜や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備は、どこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走は、まだまだ続きそうに思われます。海上自衛隊の双竜型潜水艦。その11番艦オウリュウにリチウムイオン電池が搭載されたのはご存知でしょうか？今回はその経緯について詳しく見ていきたいと思います。実は10番艦まではスターリングエンジンを搭載していました。でも11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたのです。その意味するところについても探っていきたいと思います。スターリングエンジンも良かったですが、低出力がネックとなり、現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更、高出力のバッテリー搭載が可能となりました。リチウムイオンバッテリーの進化は今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいですね。最近はエンジンではなく蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージですが、もはやエネルギー資源が地球からどんどんなくなっていることも関係しているのでしょうか。巷ではサスティナブルが歌われていますが、この影響が潜水艦にまで響いていると思うと、なんだか不思議な感覚です。海自の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップクラスの性能と言われています。その、そう、竜型をさらに発展させた、タイゲイ型潜水艦の1番艦タイゲイが、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において、無事に進水しました。この、タイゲイ破損、夕方より、喫水船は、2Mほど深いそうです。排水量も、50トン上回るとのことで、海自としては、最も大きい潜水艦になります。艦名のタイゲイですが、漢字で書くと、大クジラです。当然クジラにちなんだものですね。実は、海自の潜水艦の艦名は、訓令に、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、付与されるというルールがあるのです。そう、竜型は、縁起の良い水晶動物である、竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと、青竜となります。この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母青竜と同じですね。ということは、大クジラにもそういう歴史があるのでは？と思いますよね。その通り、大クジラも大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦というのは攻撃用というより洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇です。時には
潜水艦隊の機関になることもあったそうです。この潜水母艦大クジラは、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていました。太平洋戦争が始まった時に、航空母艦劉邦に改装された大クジラですが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は主力空母を4隻も失ってしまったのです。この敗北によって、日本は、それ以後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになります。このミッドウェー海戦の指揮を執ったのが、悲劇の南雲中将です。彼を任命したのは、あの山本五十六司令官でした。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまいました。敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでも、ソロモン海戦などに参戦しましたが、昭和19年敵の猛攻を受けた、サイパンの司令部で自決しました。どうしても、山本五十六にスポットが当たりますが、英雄の陰には、こういった人物もいたことを忘れてはならないと思います。戦争では、このような、陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうですね。劉邦は、ミッドウェー海戦後、改めて、正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しました。その後、広島の五軍港で、防空砲台として使用され、1945年、昭和20年、日本が敗戦した、1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦隊ゲイハ、オウリュウやトウリュウにも採用されている、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を、目的として、新たに開発された、スノーケル発電システムも設置されているので、双流型2艦より、さらに、リチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。そう、流型2艦には、今までのスターリングエンジンは、載せませんでした。もっとも、最初は、スターリングエンジンをそのまま使用する、つまり併用する予定だったそうです。鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたようですね。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったのです。実際、10番艦までの建設費は、一隻あたり517億円ほどだったのですが、高額なリチウム蓄電池を乗せるため、643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったのです。経費は増えましたが、馬力は減ったと言われます。なぜなら、スターリングエンジンの、そう、流型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、オウリュウやトウリュウは、公表値が5600馬力ですから、性能が低下したと感じてしまうのでしょう。確かに、瞬発的な最大スピードは落ちます。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるというメリットがあるのです。エネルギーを使用せずに、蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうですしね。ですから、中速から高速での長時間潜航が可能になりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるのです。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあります。鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、密流放電の繰り返し、可能回数は 1.5 倍以上。満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても、電気容量がさほど低下しない、鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがありません。タイゲイハ、
部分単柄構造になっていて、ハモキ型のフォルムをしていますが、船体構造にも新しい発想を取り入れています。一例ですが、浮き架台と呼ばれる構造は、外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きをします。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって、そう、流型よりも、一層静粛性が高くなっているのです。体芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に、女性用寝室、シャワー室などを整備しました。今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられます。直近は、女性の海上自衛隊員も増えましたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなりましたが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうですね。体芸には、この他に、情報処理システム C4 アイスターが採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっています。兵装については、親潮型や双竜型と同じ、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm 魚雷発射管6門を設置しました。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の長魚雷です。2022年2月までに、海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷です。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くため、おとり魚雷を見破る能力を持っているだけではありません。浅い海域では、海中の音響が複雑になり、魚雷センサーが狂いやすいそうですが、その中でも、確実にターゲットを捉えて、フォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているそうです。さらに、最適なタイミングでの、起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているので、まさに、世界トップクラスの魚雷と言えましょう。ところで、潜水艦に関して、お隣韓国で何やら変わった、違った動きがあるようですよ。韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるというのです。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができますから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電できますから、飲用水として、海水の淡水化なども、艦内でできると言われています。と言っても、原潜の建造には、巨額の費用がかかりますし、敗戦後の処理に、頭を抱える国が多いことは、知られている事実です。それでも韓国は作りたいんでしょうか。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にありますが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのでしょうか。日本にも原潜をという意見もあるのですが、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると、必要な戦力とは言えないのではないでしょうか。つまり、日本の潜水艦戦略とは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。ということは、潜水艦が求める性能は、静粛性につきますよね。しかし、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできません。機関を止めて、海底にくっついていたとしても、音は発生してしまうのです。
騒音を敵のソナーに探知され行き、源泉に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に当てた方がいいのではないかと思われます。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっています。だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも無人潜水艦を開発した方が時間と手間ももちろん人員も削減できそうですよね。世界各国では無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどありません。日本も早く世界に倣って無人潜水艦の開発を進めてほしいものですね。